俺はゼッツリン福岡中洲某ホストクラブ店舗運営本部長、変態書道のお時間です。周りに人がいないか確認してからご視聴ください。ゼッツリン、はい、はい、てなわけで今宵もやってきました変態書道の時間です。はい、いきなりこんな格好で登場してすみません。今回なぜこんな格好をしているのかというと、ゼッツリンは単純に裸族だからです。男なら必ず経験したことがあると思うな。ぐっとこらえて、ぐっとこらえて、ぐっとこらえて、そう、こらえた先の快感は計り知れない。もうパンパンだよ。できました。本日の作品は寸止め。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。リクエストもお待ちしております。ではまた。